違わねえよ。2年前の事件からこっちずっとそうだ。俺は肝心な時に何もできない。俺を中心に騒動が起きるってそれが分かってるのに。本当だってなあ、俺がいなくなれば全部解決するんじゃないのか。悪の大魔王は俺じゃないのか。バカ。ゴーどうかしてるよ。そんなの私の知ってるゴーじゃない。たとえゴーの言ってることが本当でもそれゴーのせいじゃない。でも悪の大魔王でもいいのよ。取られたら取り返す。悪い連中はぶっ飛ばす。それが正義の青年探偵久我光太郎でしょ。間違えたことを改めればいい。振り向かずに走ればいい。ゴーはいつでもそうしてきたじゃない。だから前を向いてゴー。拳を握ってかっこよく走り出して。私の知ってる小夜さんの知ってるゴーに戻って出ないと本当に取り返しがつかないよ。まだ俺にできることあるかな。あるよ。ゴーはお日様だから、どんなに暗くて辛くて長い夜でもきっとキラキラ輝いて夜明けを告げるの。泣き言を言いながら胸を張れか。え？昔世話になった師匠の口癖でさ、辛くても苦しくても戦士なら胸だけは張ってろ。涙も鼻水も愚痴も垂れ流していい。それでも格好をつけようとする心だけは決して忘れるなってさ。いい言葉ね。だから月子の言う通りだ。今できることをやらずに逃げても何にもならない。そうだよ。犯人を見つけ出してぶっ飛ばしてお縄にしてやるよ。んでもってあいつを取り返す。その息よ。ああごめん月子。俺行ってくる。頑張れるだけ頑張ってみるぜ。頑張って。いってらっしゃい。ゴー。そうだよ、ゴー。元気を出して。私は。ずっとあなたのそばにいられるわけじゃないんだから。キムさんか、状況はどうなってる？やはりかなり深刻です。件数も被害も大きくなっています。たくさん被害が出てるってのは分かってる。ひどい死に方をした人をさっきも見てきたばっかりだ。前はこんな感じじゃなかった。許せねえ。人殺しはもちろん許せねえが、あんなやり方はもっとだ。キムさん早く教えてくれ。どうなってるんだ。光太郎さん。キムさん。わかりました光太郎さん。心して聞いてください。今までの事件報告を総合すると、七夕以降人を襲っているのはカラスです。カラス？はい、闇色をしたカラスです。ミュンヒンハウゼンさんの送ってくれた画像、これを見る限り色が違うだけでよく似てます。やたにやたタトン、ちょっと待ってくれキムさん。多分今魔術の核になっているのはサヨさんです。間違いないでしょう。セプテントリオンはサヨさんの力を核にして事件を起こしている。サヨさんの力が音量に効かなかったという話聞いてますか？ああ、聞いてるけど、おそらく最初から彼らはサヨさんを利用する気だったんです。だから街にあふれた音量はサヨさんの力と同じ夜の性質を帯びるものが選ばれていた。同じ？キムさん、そいつは魔術の世界では万物はすべて名前によってくくられる、そう考えられています。ああ、そいつはじいちゃんに習った。あなたが光太郎であり光であるように、私はキム、金魚です。同じくサヨさんは夜、色に住む人々からは未知の存在、同時にその安息を守る、つまりミブヤの魔導を兵器であるという本質を持っています。ですが夜にはもう一つの側面もあります。それは死であり闇であり、人々が見たくないと思う恐怖、今度の噂と同じ力です。なんてこった、くそ、なんとかならないのかよ。今の時点ではなんとも。どうすればいいんだ。待ってください、小太郎さん。どうしたキムさん。ミュンヒハウゼンさんからです。今衛星からの映像で事件を捉えたと。コウタロさん、今どこですか？今大久保だ。ならすぐそこです。サヨさんらしい影も見えます。すぐ向かってください。なんだって。分かった、今すぐ行く。どけどけ、邪魔なんだよお前ら。やった、くそ、まったくうじゃ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 と。ご分を。何、真っ暗。工事現場のゲートをくぐるだけでいきなり昼から夜かよ。幻か？いや、どっちだろうと同じ。悪党をぶちのめすのに昼も夜も関係ねえ。出やがったな、くらい。来たのですね、光太郎さん。さよたん、さよたん、そいつらにとっ捕まってんのか。今助けてやるからな。捕まる？そう、確かに私は囚われているのかもしれない、私の思いに。さよたん、でもそうなったのはあなたのせいなのですよ。さよたん、どうしたんだ一体。まだわからないのですね、あなたは。こんなに私はあなたに焦がれているのに。さよたん、私があなたを好きだって知ってました。さよたん、待て、今はそんなことを。今だから話すんです。知ってましたよね。でなければあんな素振りするはずない。俺はそういう。私はこうなってようやく自分の愚かさに気づいた。どうしてためらってなどいたんだろうと。どういうことだ、さよたん。光太郎さん、あなたは知らないでしょう。私はずっとあなたに触れたかった。あなたの腕に抱かれ、その指が私の唇や髪をなぞるのをずっと夢見ていた。あなたの眼差しが私だけを見てくれることをずっと望んでいた。あなたの声を聞くたび、その声が自分だけのものならとずっと思っていた。なのにあなたは気づかなかった。さよたん、私はあの最初の出会いの時からあなただけを見ていた。ずっとあなたの周りには霊も人も問わずみんなが集まってくる。あの式神も文子さんも月子さんも明さんも、あなたはみんなに同じ笑顔をくれる。私もその中の一人。それでいい。あなたのそばにいられるだけで、そう思っていた。さよった、俺そんなつもりじゃ。俺さよたんに。私はあなたが好き。私の中のあなたはどんどん大きくなっていく。私の中はあなたでいっぱいになって、他のものは全てなくなってしまった。魔導兵器であることも、ミブヤの巫女であることも、決戦存在としての存在価値も、全て私はただの女になったのですよ。なのにあなたは私だけを見はしない。私の望みは、私の意味はもうそれだけなのに、あなたは最後に残った私の意味さえ否定した。兵器を人にしておいて、人として生きることを今さら拒むという、あなたが私をただの女にしたのに。さよたん、待て、俺はそんなつもりじゃ。ではどんなつもりだったというのですか。それはその、やっぱりあなたはそういう人。分かっています。あなたがそういう人だから私はあなたを好きになった。人になれた。さよたん、俺。光太郎さん、だから私は苦しいんです。あなた以外はもう何もいらないんです。この心も命も、そう世界さえ。さよたん、あなたがあなたである以上私の望みが叶うことはない。それならいい。もういい。何もかももういらない。この思いはのしかかる。やばい。かするだけでもやばいぞ。さよたん、本気なのか。どうしたのです？そのまま死ぬ気ですか？さあ、死にたくなくば戦いなさい。やめてくれ、さよたん。なんとかして接近してさよたんを正気に戻さないと。なかなか当たりませんね。ならば、はっ。そう簡単に。やられるかっての。何？あなたの戦い方は全て知っている。甘く見ましたね。この思いはのしかかる。マジやべえ。くそ。さよたん。光太郎さん、あなたは何も分かってくれてない。どういうことだ。あなたは何も分かってはくれない。それならもう。